はい。ではですね、はい。こちら裏番組としてのトラックゼロ、東北の魅力を紹介することで、ね、はい。やっていきます。はい。営さんはもうつながってますかね。はい。ちょっとね、これから提携スライドを読み上げをしますけど、はい。よろしくお願いします。あ、つながってますね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。ではですね、ちょっと今、提携スライドの方を読み上げますんで、はい。ちょっとお待ちください。よいしょ。じゃあこちらですね。はい。ではですね、はい。まずね、Code for Japan Summit 2021で大切にしていることとして、Code of Conduct があります。はい。で、この Code for Japan サミットは、はい、参加者及びセッション登壇者、スタッフみんなで作るイベントです。で、誰もが参加しやすいサミットを共に考え、共に作ることを目指しています。お互い敬意を持って価値観を認め合いながら建設的に意見を交わしましょう。それぞれが文化的、個人的バックグラウンドをあることを理解するように努めましょう。はい。で、もしですね、ハラスメントを受けてしまった、もしくはですね、はい、誰かがハラスメントを受けているのを見たという場合はですね、はい、こちらのですね、coc@codeforjapan.org の方に、はい、メールでお願いいたします。はい。もしくはですね、スラックの方で、こちら、陣内さん、もしくは竹里さんの方に、はい、お願いいたします。で、Code for Japan Summit はですね、多くの協賛で成り立っております。はい。特別協賛、奥田様、協賛、UD トーク様、インフォラウンジ様、グラファー様、ストローリー様、自動処理様、一般社団法人、官民競争ハブ様。はい。で、協力として、リム様、インティラック様、そしてアーバンテーターチャレンジ様となっております。はい。はい。じゃあ、大崎さん、お待たせしました。はい。これから、はい。中継の方に。なんかゴートさんが入れないみたいって、あ、そうなんですよ。ロックされてますということで、もしよかったら、あ、ロックされた。ああ、じゃあ、はい。ホストによってロックって書いてあ、ちょっと、はい。よいしょ。あ、今、ロック、はい。解除されてるようです。はい。ある。はい、ありがとうございます。今日はリボンアートの、現場から参加していただきますので。はい。どうかな。はい。今ね、まだなんかミュートになってるみたいですよね。はい。ミュートのままかな。ゴータさん聞こえますか？聞こえます。お疲れ様はい、です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。おお。ございます。ありがとうございます。あ、これ、超ご無沙汰してます。はい、小泉です。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ぜひ尾崎さん進行よろしくお願いはい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ここからは石巻の魅力をご紹介するということで、お時間いただいてます。で、今日は、2日目なんですけども、石巻を世界一面白い街にしようということで、大活躍のですね、まあ、僕らも東京の工場でいろいろお世話になってます。認お定世話でになってす。ます。はい、松村豪太さんに参加していただきます。豪太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松村です。まあ、早速ですけども、これはい。は今どちらですか？今ですね、石巻市の牡鹿半島、リボンアートのメイン会場の一つ、荻野浜のホワイトシェルビーチっていうところにいます。すわござわいざ運気が。本当にたまたま今仕事の流れでここにいたんですけれども、これ後ろは 無理やり。長浩平さんのホワイトディアオスカーっていうリボンを象徴する、今もう石石巻巻半の島だからですね。なるほど。おお、すごい。そうなんでたすくさんのね。人が来ていますよ、ほら。ああ、今そう。日食のイベントもしていて、いい感じで本当、天気が最高ですね。今日台あ、風今日いい14です号がね。過ぎた感じで。今年のテーマは、利他と流動性ってことなんですか？今年は利他と流動性をテーマに掲げてますね。はい。
これあのシビックテック のイベントということで、まあ、IT 系の方が多いんですけど、まあ、そもそも石巻っていうところがどこまで皆さんご存知かわからないので、ちょっと簡単にリボンフェあのアートフェスタの、あのこんなことやってますっていうのを伺っても大丈夫でしょうか。はい、リボアートフェスティバルは今202122という3回目の本祭、今回は夏会期と春会期を分けて、今年は夏、今夏会期を絶賛開催中というところです。うんうん、石巻はの10年前に東日本大震災を震源地に一番近い場所で経験した町ですけれども、単なるそこからこう元に戻す復旧復興を頑張るっていうだけの町じゃなく、今までとこう違う試みがたくさん起きてるんですね。それってこの石巻だけの問題じゃなく、多分こう日本がずっとこう積み重なってきた、なんかいわゆる失われた20年みたいな表現もされて、こう成長が止まっていたりとか、給料が全然上がらないまま30年くらい先進国の中で唯一ある国だったりとかするわけですけど、地方はそういう課題がよりこう濃縮されて、もう人もいなくなっていく、稼げるものはない、つまらないってい こういろんなこう問題が震災がなくてもあったんです。でそこをたくさんの人が、大変なことがあったからこそ集まってきて、今までのこう規制概念にとらわれないこうチャレンジとか、そういったことが始まっているのが石巻です。でいろんなこう領域、いろんな立場の方が本当に関わって地元の人とフラットにつながりながらやってるんですけど、音楽プロデューサーの小林武さんはニューヨークの同時多発テロをきっかけに AP バンクという、環境問題に音楽の収益を投資する活動をしていました。でそこもたくさんのこうボランティアをこう送り込んでくださったり、自ら炊き出しをしたりとかしてたんですけれども、一時的な支援だけじゃなく、どうやってこう持続可能な形でもともと疲弊していた東北の地を元気にできるかっていうのを考えてたんです。で僕なんかと、僕なんかも出会わせていただいて、で地元の人も一緒に考えて、その結果始まったのが2017年第1回の本祭始まったこの音楽と食と現代アートの3本柱の総合祭、ボンアートフェスティバルっていう試みになるんですね。食、このホワイトディアのすぐ近くには、リボンアートダイニングというレストランがあって、今日はあのアントシカラさん、僕も今いただいたんですけど、昆虫食、コオロギビールとか、昆虫食、めっちゃ美味しいんですよ。タガメのハイボールとか、はい、メロンみたいな味とか言われますよね、タガメ。青リンゴみたいな、青リンゴでした。すごいな。そんな絶賛開催中のところから今現場からお送りしています。ありがとうございます。今回は夏と来春の2期にわたって分けたんですね。そうなんですよ。まあ、これは一重にコロナ対策ですね。そうなんですか。密を薄まるように、あといろんなこうオプション、不足の事態に対してオプションを持てるようにっていう理由です。まあね、延期とかの判断もあったと思うんですけど、ちょっとなんとか続けていこうっていうところで、まあ、2つに分けたという考え方なんですかね。その通りですね。本当にこう、悩みに悩んで悩み抜いて、いろんな方のこう意見を聞きながら決断しました。はい、そうだったんですね。やってよかったと思ってますね。おお、なんかその辺の今までと違うなんかお感じになっているところっていう何かあったらご紹介いただけますか。いやー、ただただ大変につきましたけどね。そうなんでしょうね。運営のスタッフが頑張ってくれて、いろんなこう感染症予防対策が徹底してあって、何よりも、はい、記録を万が一感染した方が出た時にその行動履歴を取って、はい、ちゃんとこうアラート追跡できるようにっていうことで、はいはいはい、今年はリストバンド型のパスを発行して、それをこう各ポイントで個人情報をちょっと毎回書いてもらうのは抵抗あるので、その番号で書いてもらって、どの作品を何時に見たっていうことがみんな分かる状態になってます。なので結構アナログなハックなんですけど、いや、割とアナログじゃないと思います。結構いいハックですよ、それ、そう、デジタルではないけど、かなり多分アプリよりも機能しています。あ、そうなのかもしれませんね。かなり効果的な感じもしますよね。物理的に、どうぞどうぞ。あ、すみません、あと物理的にどうぞお願いします。あ、そう、なんかこう
デジタルでのハックでもそうなのかもしれないけど、そういう物理的に数字誰が来たかっていうのが並んでいて、それがファイルで積まれてるっていうのは結構感覚、人間の感覚としてはいろいろこうそういったものも大事なんだなってことをちょっと改めて今回思いましたね。こういう仕組みを作った結果データのがあれですもんね、量が多いとかってパッと見分かんないですもんね。ファイルと積み重なってると、ね、あ、こんだけ来たんとかとそういうの分かる。まさにまさに。そうか、でもそれでも次にある意味つながるためにも今年はすごく意義があるっていうことになるでしょうね、そうすると。そうですね、なんかこういう状況って本当誰も正解わからないと思うんですよね、どこまで感染症対策やるのが正しいのか、やったらそれで OK なのかって本当にわからない、ただ問題なのはやっぱりそこで疑心暗鬼というか正解がないからこそ、何かこう人、自分とちょっと違う考えを持っている人をついつい自分もいっぱいいっぱいで攻撃しがちな状態っていうのが生まれてると思うんです。むしろそういったことこそ、なんか知恵で解決すべきことだし、まあ、リボンもそういうアートっていう表現ですけれども、何かこう、そこは偉そうに言うわけじゃないですけれども、気持ちいい、こういう、ね、全然密になっていないところでアートを見る、なんかちょっと普通と違う斜めの方向からのこういろんなアクションっていうことを感じてみるってことは、なんかこう意義があるのかなみたいなことも思っていますね。ありがとうございます。これ多分見てる方々は東北だけではなく全国の方がご覧になっていると思うので、今年は女川も参加したんですかね、加わったんですかね。そうです、今回新エリア、女川をアートエリアとして初めて、結構リッチな小野陽子さんに相田誠さん、加藤翼さんというなかなかすごいこう名前だけでこう人をすごいですね。すごいですね。小野陽子が聞くってすごいやん。夏は9月の26日までですか？今年はそうです、9月はもう今週あと1週間ですね。1週間ですね。まあ、だけどこれ見てちょっとご関心持っていただいた方は来年の春もありますからね。そうですね、来年4月23日から6月5日まで春会期ありますので、しかも結構長期間ですね、春の方も、はい、そうですね、両方とも40数日間です、はい。まあぜひぜひ皆さん見どころ、見どころもあるし食べどころもあるし、なんていうのかな、相当楽しめるフェスになっていると思うので、ぜひぜひ見ていただきたいと思うんですけど、最後なんか一言、太田さん、なんかメッセージというか皆さんにいただけますか？ぜひ本当みんなが言ってるんでしょうけど、来てくださいっていうことですよ、ね、それ単になんかこういいところですよって当然みんな言うし、美味しいものありますとか言うでしょうけど、やっぱり石巻ってどこにもなかったチャレンジが起きてるっていうのは間違いなく、どこにもないことなので、それ多分分かりにくいんですよ、意外とこう、まあ、この白石かなんかを比較的分かりやすいけれども、ぜひこう路地の間、なんかこう震災でも解体されずに残ったすごいこう古い建物が手作りでリノベーションされて、アーティストがそこに何か活動してるみたいなのがあるので、ぜひそういう路地の中に入ってきていただきたいですね、石巻の。ありがとうございます。はい、もうね、塩釜支店、私塩釜なんですけど、やっぱりこのね、石巻 2.0 の活動とか、本当石巻がね、羨ましくなる要素いっぱいあって。いやー、すごいな。いいですね。達也さん、今度は行きましょう。春、一緒に。あ、ぜひぜひ。お待ちしてます。遊びに行きます。はい。はい、じゃあ、ゴートさん、ありがとうございました。今日は。はい、すみません、急なお願いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた、失礼します。はい、失礼します。はい、石巻からのご紹介ということで、まず、今日2部構成でして、前半、2.0 の松村豪太さんに、リボン、アートフェスティバルの、ご紹介をしていただきました。で、ちょっとほんのちょっとだけまだ時間あると思いますので、はい、我々営むのですね、実は新しいちょっと、取り組みというかですね、キャップ、はい、つながれるかな、はい、実は伊藤ナブ今ここで配信しているということは別にですね、あ、彼がキャップっていう僕らの伊藤ナブの仲間なんですけども、なるほど、ね、さっきでこのキャップさんの iPhone をですね、私これがゴータさんだと思ってしまった。そうですか、すいません。はい、
実は今彼がですねいるのがですね、我々が新しく、事務所をですね別途、子どもたち向けに立ち上げた事務所がありまして、子どもたち向け、この様子がちょっと面白いかなと思うので、お見せできればと思います。キャップどう、事務所の中見せられますか。はい、お願いします。この噂の子どもたち向けの事務所、こちらになります。駅で言うと山本にあるんだっけか。はい、山本にあります、はい、徒歩2分ぐらいですね。はい、これは今並んでるのは後ろに、なんとですね、後ろに並んでいるのが駄菓子になります。そうなんです。おお、我々営むはですね、実は駄菓子屋を始めました。はあ、駄菓子屋。はい、駄菓子屋ですか。キャップ、その駄菓子屋さんになったその説明とかちょっといいかな、思いとか軽く。ありがとうございます。駄菓子屋さん、なんで駄菓子屋さんって思われる方もやっぱり多いと思うんですね。あれ映ってないよ今、大丈夫。あれ、そうですね、なんか画面オフになっちゃってる。あ、はいはい、あ、こっちか。はい、なんで駄菓子屋さんって思われる方もいらっしゃると思います。はい、実はですね、まず山本になんでこの石の、営むベースを設けたのかといいますと、今ですね、東松島の小中学校11校さんとともにギガスクール構想というのをですね、取り組んでおります。うんうん、そんな中でですね、小学生と中学生にもっと夢を与える機会っていうのをですね、私たちもできないかなと思い、駄菓子屋を開きました。はい、キャベツ太郎の大きいところがあったけど、裏にあります。裏にあるのか。そうなんだね。はい、でですね、駄菓子屋、なんで駄菓子屋って思われるところもあると思いますね。うんうんうん、実はですね、駄菓子屋っていうのはですね、地域の、子どもたちの教育に大きく作用するって言われる研究も出てます。ほうほうほう。例えばですね、テストの点数よく取ったよっていうような、おっちゃんとの、駄菓子屋のおっちゃんとの話だとか、うんうん、あとは新しいゲーム機買いたいけどお母さんが許してくれないだとかの話だとかっていう世間話ですね。うんうん、そういったものの自己表現につながるっていうコミュニティがあります。なるほど。はい、うんうん、そういった機会の中でうちですね、ラボシーズというですね、イトナブの小中学校さん対象にした、うん、プログラミング教育っていうのも行っております。うん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 、どんどんこの場所を通じてアウトプットの機会だとか自己表現の機会っていうのを作っていければなと思っておりますので。そうかそうか。はい、そういった機会をどんどん作っていけたらなと思います。うん、はい、昔ね、僕らの世代なんかだとね、駄菓子屋さんに行くとゲーム機が置いてあったりとかしてね。そうですね、意外とそこで新しい遊び覚えたりとかしたりしたもんだけど、そんな感じでプログラミング学んでもらえたらいいよね。そうですね、今ちょうど10月に体験会とかを用意してるんですけども、ゴミ箱を自動で開くようなものをセンサー使ってプログラムしてみようというようなワークショップも行います。そういった作品とかですね、うん、実際に駄菓子屋のこういった場所とかにどん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 置いていって、うん、駄菓子駄菓子センサー、駄菓子駄菓子コンテストに出すような作品みたいな感じで、子どもたちが気軽に触れて遊べるっていうような場所にしていくと、うんうん、もっと学びの場としてはいいのではないでしょうかと考えています。うん、面白いですね。スマブラの大会とかもやってんだよね、時々ね。はい、実はですね、ここ、まあ、これからどんどん射的を置いてみたりだとか、射的、駄菓子、はいはい、駄菓子やってみたりだとか、プログラミング教育やっていく中でですね、実はここ、うん、一角だけ絨毯が敷いてある場所があります。はい、ここでですね、うん、スマブラ大会というのをですね、じゃん、10月9日開催いたします。はい、おもういいですね。いいですよ、そのままなんか e スポーツなんかにも行けちゃいそうですね。そうですね。それは何、参加資格とかは、もしなんかこれ見て関心持っている方がもしかしたら、参加資格はですね、小学生から中学生対象です。うん、なるほど。で、お金はかかりません。お、はい。無料なんですね。無料です。はい。
ぜひぜひね、これを見てちょっと関心持っていただいた方とかいらっしゃったら、あの石巻に遊びに来ていただくついででも何でもいいので、あの行っていただければご案内しますんでね、あのぜひぜひ石巻の魅力の一つとしてなんか覚えていただければ嬉しいなと思います。あのちなみになんですけど、これお気づきの方いますかね、あのキャップその今右手側の方を映して、右手側こっち、そっち側じゃない、その裏側こっち、はい、実はこの場所ですね、前なんかのあのお店だったんですけど、勝代さん分かります？何のお店だろう、酒屋？酒屋、おー、いい線。あ、コンビニ？やっぱ看板映せる？なんと薬局だったんですね。薬局？障子薬局っていうのを目指していただくと、この駄菓子屋がありますんで。なるほど、なるほど。いや、薬局さんの犬器、あ、ぶっけみたいな。そうなんですよ、薬局さんの犬器をお借りして、なので今さっき映した中に実はあの薬が置いてあったケースみたいな、ね、あの壁側にあったりするのをそのまんまこう使ってるというですね、面白いですね、はい、そうなんですよ、ちなみにすげえくだらない質問するんですよ、石の向きある僕らの活動を通してですけども、あ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、喋ってるときかぶせてしまって申し訳ないです。はい、大丈夫かな、はい、固まったっぽいですね。あ、僕らが固まったのか、すみません。あれ、私固まってます？あれ？いや、僕らが固まっちゃったみたいです。すみません。はい。あ、大丈夫ですよ。はい。はい。はい、僕らからの、はい。あ、いや、あの駄菓子で当たりが出たらなんかプログラム学習的にもなんか当たりがあったりするのかななんてね、すみません、くだらないこと言うたらいい。いや、ちょうどそれも考えていまして、ゴミ箱の電子工作を作ってその食べたゴミをそこに捨てるだとか、はいはいはい、あとは UFO キャッチャーみたいなのを作ってそれの景品をお菓子にするだとか。なるほど、電子工作かける駄菓子っていうのがやっぱりこれからここで作れたらいいと思いますね。いいですね、この駄菓子、あまりにそうデジタルを感じない駄菓子と、ね、あのプログラミングのところが、ね、一緒になってるって、ね、すごい面白いですね。はい、でもね、どっちも、ね、あの子供に好きになってもらいたいものみたいな、いや駄菓子は好きになってもらうっていうよりは好きなものって感じかな。そうですね、はい、ありがとうございます。キャップありがとうね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。石巻の魅力ということで、いただいたお時間は以上となります、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。あ、じゃあ、尾崎さんにちょっと一言、もしもし、尾崎さん。はい、大丈夫ですよ。はい。大丈夫ですか？はい、はい。はい。ね、今、イトダブの紹介をいただきましたけど、ほら、イトダブも最初ってほら、最初の説明いただいた豪太さんの石巻 2.0 から派生して生まれてきたじゃないですか。うん、そうですね。はい。そうそう。なんで、ね、さっきね、豪太さんちょっと時間限られてたからあれですけど、ちょっと 2.0 のところとかもなんかね、紹介し、なんかできることあればしていただければなと。そうですね。はい。石巻 2.0 の松村豪太さん、先ほど出ていただきましたけども、今、震災後にですね、まさしく 2.0 ですよね。うん、前の位置に戻るんではなくて、うん、新しくバージョンアップしていくんだっていう思いで、活動されている団体、その代表が先ほどの松村豪太さんですね。うん、で我々イトナブもしかりですけれども、立ち上げメンバーの中に入っていたメンバーが理事として入っていた人間たちがそれぞれ石巻工房というところですごくおしゃれな家具を作っているような会社になったり、うん、僕らはプログラミングということでこっちやってますけれども派生系がすごく一つ一つ、それこそチャレンジって言葉がありましたけども、うん、それぞれのジャンルで、立ち上がっているっていうところ、この辺がやっぱり他のと言っちゃせいですけども、石巻の珍しいところというか面白いところなんじゃないかなと思ってます。うん、そうですよね。なんか石巻工房をはじめとしてあれですよね。その 2.0 ってどんどん新しいプロジェクトが生まれてくるっていう。生まれてますね。はい。なってるなと思ってて。はい。はい、で、イトナブはそこから独立して、またね、こういったね、駄菓子&プログラミングみたいな、そうね、面白い方向に行ってて、はい。はい、いやね、本当東日本大震災をバネにしてる感がね、すごく私好きなんですよね、2.0 もイトナブも。
ありがとうございます。はい。なんで、まあね、今回のコンセプトがね、やっぱり辛い体験を糧にして逆にそこから新しい面を育てるっていうね、伊藤はもうそういった、今回のサミットよりずっと前からそういうことをやってくれてる、2.0 もですね、やってくれてるんで、はい。なんかね、はい、我々でもっと参考にしていきたいな、いい、一緒にやりたいですね。はい、ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、もしね、あと何か一言あれば、はい。いや、あと、この後ですよ。大丈夫ですか、はい。はい。じゃあね、大体半分の時間なんで、これで。はい。どうも、大田さん、ありがとうございました。磯巻めぐさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ではね、ここからですね、はい。まあね、同じく震災で、はい、生まれたプロジェクトっていうものである、このインティラックっていう建物自体をですね、ちょっと私の方で紹介していきたいと思います。はい。ですね、このインティラック、かなり面白い、設備でございまして、はい。ちょっとね、これから、画面共有しますね。あれかな、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。今これちゃんと画面共有されてますかね。はい。あ、了解です。はい。じゃあね、はい。こちらですね、はい。インタレック東北イノベーションセンターについてね、はい。紹介していきます。まあ、全体外観はですね、こういった白いね、建物なんですけど、はい。こちら、インティラックはですね、よいしょ。はい。カタール、はい。アラブの国ですね。まあ、産油国であるカタールの、カタールフレンド基金というですね、はい。カタール国民から、まあ、日本の国民に、はい、まあ、有効な証として、まあ、それもですね、東日本大震災の復興のため、しかもですね、ただ復興じゃないんですよね、はい、このカタール基金が使われる方っていうのは、はい。で、その支援領域っていうのが、まあ、子供たちの教育だったり、水産業だったり、健康、そして起業家支援、はい、なんですね、はい。まあ、特にですね、この支援領域における水産業ではですね、サンマとカタールっていう映画もあります。はい。もしよければですね、そちら、まあ、見る機会があればね、見ていただければと思います。その、カタールが、まあ、それこそ、ね、さっきもちょっと一度だけ話題に出た、女川っていうところがあるんですね。まあ、結構、まあ、震災の時被害が大きかった場所なんですけど、その女川で、はい、ですね、このカタールの、はい、支援があって、はい、だいぶね、いろいろな設備が作られたっていうのがあります。で、その中でもですね、はい、起業家支援の文脈で作られたのが、こちらのですね、インティラック東北イノベーションセンターとなってます。はい。で、このインティラック東北イノベーションセンター。まあね、これからね、ちょっとね、ここ歩いて回りながら見ていきますけど、はい。まあ、まあ、イベント施設として、こういったね、まあ、階段教室的なね、ものがあったりすると。はい。まあ、こういうのもある。まあ、あれですね。はい。で、それだけじゃなくですね、はい。これ、まあ、いわゆるね、セミナーとかやるのに向いてるところですね。まあ、起業家支援的な場所ですね。はい。で、これ、それだけじゃないんですよ。はい。まあ、これ何かというと、キッチンですね。はい。料理ができる場所があるんですよ。まあ、起業の中にはですね、まあ、当然ですね、レストランとか、そういった、タイプの企業もあるので、はい。まあ、食のことをやるイベントっていうのも行えるスペースになってるんですね。はい。はい。で、現在今私がいるのがですね、こちら、スタジオルームって呼ばれる場所です。はい。で、ここはですね、はい。配信のための設備がいろいろ揃ってて、はい。いろいろ、今もね、ここの場所、ちょうどリアルタイムで使っております。はい。で、はい。これ何だと思いますか？はい。まあね、ここの謎とかもね、はい、これからですね、実際にインティラックの中を歩いていく中で、はい、皆さんにですね、見てもらえればと思います。はい。で、ちょっとね、これから先、スタジオの外に出るので、ちょっと私もね、マスクつけさせてもらいます。面白いです。
ちょっとあれ。すみません、今からですね、はい、ちょっとや、はい、ちょっとだけお待ちください、ちょっとこれ、再度入りますと、ちょっとこれ、なんかうまくいかなかったみたいです。はい、ちょっと待ってくださいね、よいしょ。はい、あ、少々お待ちください。これ、すみません、ちょっと羽打ってます。羽打ってしまいましたけど、はい。こちらですね、はい。今は、はい。皆さん画像見えてますかね、はい。よいしょ。こちらの方でですね、はい。よいしょ。これからですね、はい。はい、今ですね、こちらスタジオルームなので、はい。はい。これから案内していきます。はい。すいません、なんかね、はい。いや、これね、テストでやってるときにはうまくいくんだけど、ちょっと本番になるとうまくいかないって。はい。で、今こちらです、スタジオルームです。はい。で、はい。先ほどの写真の通りです。はい。こうあって、はい。はい。グリーンバックがあって、はい。すでに、配信に向いた形になっております。はい。はいはい。なんか今ですね、すいません。画面共有したまんまになってます。まあ、これで、はい、今、映りますかね。じゃあ、こっちのね、メインのカメラの方も切っちゃいますね。はい、じゃあ、今からですね、はい、インテラック探訪の方ね、やっていきたいと思います。はい、で、こちらですね、はい、まあね、セミナーを行うですね、まあ、階段教室的なところですね、はい。そしてですね、なんか今声が聞こえますね。ちょっと見てみましょうか。あ、どうも、皆さん、こんにちは。選択肢の中にテクノロジーというものが、はい、生きていくから、今さん登壇中でございますね。すごく思うんですよね。そのあたりどうですか、実際こう、なんでしょう、本田さんとか、SIA とかでサポートされて、はい、して邪魔するんじゃありませんか。IT とか、トラックゼロの、あ、どうもすいません、遊びに来てしまいました。あ、消えてますね。止めにいいです。はい、あ、そうですね。はい。すいません。ちょっとお邪魔しました。はい。すいません。登壇中に入っていくというね、余計なことをやってしまいました。はい。ありがとうございます。はい。はい。ではですね、はい。こちらですね、インテラックの様子をですね、はい。これからですね、スタッフの方にですね、はい。紹介していただきたいなと思います。あれこの時間で約束してた時間にいないというハプニングがすいません、はい、今3時なんで、はい、じゃあですね、はい、はい、はい、まあ、今ですね、はい、スタジオルームとあとこの階段のところをちょっとお見せしたんで、はい、できれば
です。はい。カタールルームの方。はい。はい。はい。最初はですね、昨日の時点で紹介しようかなと、まあ、せっかくの会場紹介なんで、昨日やろうかなと思ったら、昨日、要約されて使われてたという。ですよね、はい。そうですね、はい。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。はい、あ、ここはあれなんですね、靴脱がないとダメな場所なんです。そうですね。はい。はいはい、はい。まあ、このインテラックがカタールの支援を受けてできた施設っていうふうなところで、こういうふうなお部屋も設置してるんですけれども、はい、こういった部屋は、それこそ昨日とかも使われていたんですけれども、うん、アロマ系の教室ですとか、はい、あアロマそうですね、ヨガとか、なんかそういうふうなところでよく使われるような、はい、お部屋になってました。はい。そうなんですね。はい、ヨガ、はい。ヨガの時はこうやっぱり下にマットとか敷いて、そうですね、はい、それは各自会員さんが持ってきて、はい、で実際に敷いてそういうふうなところをやって、はい、なるほどなるほど、はい、であれですよね、ここってやはりイスラムの礼拝の設備なんですよね、はいはい、あそうですね、はい、はいはい、まあそれこそまあ、そういうふうな使われ方ももちろんやろうと思えばできるというか、はい、ニーズがあればできるみたいなところにはなってます、ね、はい、なるほどなるほど、はい、やっぱあれですよ。まあね、今、食べ物の方でもハラールとかそういうのが出てきて、はいはい、出てきてっていうかね、昔からあるんですよ。いろいろね、多くの人を受け入れるっていう、はい、受け入れ、イスラムの方とも交流があるんで、そういうところがね、どん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 増えてきてますけど、はい。まあ、そういう意味で、このね、イスラムと交流っていうのだと、ある意味非常に最先端と言ってですよね。うんはい、そうですね。はい。やっぱり仙台も、外国の方もいらっしゃるので、うんまあ、そういうふうな使われ方もどんどん認知していくようになっていったらいいんだろうなっていう、うんはい、そうですよね。そしてあれですよね、東北大学とかね、学生にも結構ね、イスラムの方多いですもんね。よく女性の留学生の方がヒジャブしてたり、はいはい、したりとか。そうですね、はい。まあ、やっぱこのカタールルーム作るきっかけというか、やっぱそれはやはりカタール側からの要望というか、そうですね。はい。そのカタール の基金の中の一部として、このインテラック、はい、企業化支援、創業企業支援みたいな文脈でできているところがあったので、はいまあ、そういうふうなところで、こういうふうな、まあ、カタールに支援いただいているところで、はい。そういうふうなところが できているというところです。なるほど、はい。これもうちょっといろいろ見ても大丈夫ですか？はい。はい。このね、なんか扉の感じがね、なんか本当にアラビアンナイト感とかね、まあ、当たり前かもしれないですけど。あそこって当てても大丈夫だもんですか？あ、多分大丈夫。何ないそうですね、出ちゃダメなものが出てきたら、こう。あ全然大丈夫ですか？何も。あ、大丈夫。あ、普通のものって。でも、なんとなく開いてごまとか言いたくなるようなね。はい。ありがとうございます。ね、こういうね、独自のね、施設というか、うん。まあね、そのね、イスラムの国であるカタールが絡んでるからこそっていうのが、ね、ちょっと面白いなと思います、うん。はい。ありがとうございます。あちなみにですね、今普通にね、流れてるんで、なんか適当なこと喋ると、そこも入ります。ああ、そうです。話せないですよ、なんかね。で、今はあれですよね、はい。先ほどまでキッチンの場所でお仕事されていた。そうですね、はい。キッチンもぜひ紹介していただきたいなと思って、急いで。はい。じゃあ、キッチンぜひ紹介できれば。はい。はいあ、階段調子だ、はい。これな全部で何人ぐらいいるんですかね、階段調子。これ45人ぐらい定員でやってました、ね。あ、なるほど、なるほど、これね。今はコロナなんで、本当に間引いた感じ。あ、そうですよ、これ、はい。クッションの数がちょっと間引かれてる感が。寂しいから。うん。
はい。土星キッチン。はい。はい、キッチンになってて、はい。こちらも、貸し出ししているようなお部屋になってまして、はい。はい、会員さんがそれこそ、料理系のところで、はい。自分でなんか新しいものを作ろうみたいな時に、いろいろと、まず、オーブンですとか、調理機材みたいなところも、住宅にあるので、なるほど。そういうふうなところで活用いただいたりみたいなところがあります。うん。はい。ほら、今ですね、リマさんが、この、コードフォージャパンサミットで別なトラックで、登壇してるんですけど、そのお相手がですね、白川さんなんですよ、仙台市の。はいはい、で、白川さん、このキッチンで、きりたんぽ鍋作ってましたよね、あ、町さんもね。もう本当にいろんな使い方ができるっていうところだと思います。そうそうですね、はい、やっぱりあれですね、企業の中でも、その、レストランとかそういった食に関わることされる方も多いので、はい、っていうのはありますよね。はい、会員さんたちの中にもそういうふうな食関係のところで何か新しいことをチャレンジしようみたいなところで、うん、まあ、インタラクにこういうふうなキッチンスペースがあるからというような感じで入ってきてくださって、あ、なるほど、はい、キッチンスペースがあるからこそ入ってくる人もいる、はい、いらっしゃったので、まあ、そういうふうな使われ方も、はい、知れることになったなというふうに思います。いや、素晴らしいですね。ちなみにここはもっといろいろ見ても大丈夫ですか、冷蔵庫に入ってた。あ、はいはい、いやいやいや、これそれこそコードフォーの皆さん ビールも入ってます。あ、本当だ。例のあのビールが例のビールが、すいません、ホップジャパンさんの。はい、こんなところにね、冷蔵庫の中にちゃんと入ってました。はい、ありがとうございます。これ乾杯酒企画で、はいはい、いやでもすいません、なんかね、お仕事してるところにね、はい、こんなのにね、押しかけてしまって、いやいや、ぜひ使っていただけ、あ、そうですね、はい、私ね、全然料理とかできないんですけど、なんかね、アロマの方とかでね、カタールルームの方で、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、なんかお仕事邪魔してしまって申し訳ありません、ありがとうございました。はい、じゃあこのまま私も戻っていきます。じゃあお騒がせしました、戻ります。はい、はい、というわけでですね、このインティラックのですね、中の中継でございました。はい、もうあれですね、さっきから仕事をしている人をですね、邪魔しまくって、非常に申し訳ない感じで進めております。はい。ではですね、このスタジオルーム戻ってまいりました。ちょっとなんかあまり映り込みたくて欲しくないものも一緒に映ってますけど、はい。はい。はい、戻ってまいりました。はい。というわけで、ね、戻ってまいりました。はい。恥ずかしながら戻ってまいりましたって感じですが。はい。はい。でですね、はい。まあ、このようにですね、まあ、仙台市、はい。まあ、こちらね、インティラックもその企業のための設備として、すごい、まあ、ずっとね、頑張ってくれてるところなんですけど、はい。まあ、他もですね、実は今、ちょうどね、裏でね、すいません、中継の中でね、ちょっと登壇邪魔する感じで出てしまった、リマさんがやってる今、社会企業の SIA って呼ばれるですね、ソーシャルイノベーションアクセラレーターっていうので、このインティラックと仙台市で一緒に行ってるんですけど、まあそういったですね、はい、社会企業とか、あと企業、社会がつかない方の普通の企業の方もですね、仙台市、非常に力を入れてます。先ほどですね、きりたんぽ鍋で、話題に出したですね、はい、白川さんって方、まあちょうどね、今裏手で登壇されてるんですよ。はい。彼がですね、まあ仙台市のね、企業のすごいキーマンの方なんですよね。はい。で、はい。まあこちらのね、インティラックも使いながら、はい。今、その仙台市が、まあ、すごい企業に力を入れてて、で、実はですね、私仙台市のですね、企業プログラムにいろいろお世話になってるんですよ。私自身はですね、全然塩釜市民なんで、仙台市民じゃないんですけど、非常にお世話になってるという、はい。そんな場所になってます。はい。
じゃあね、今からちょっとまた、すいません、画面共有復活させますけど、はい。すみません。まあ、というですね、はい、こちらね、インティラックの紹介でございました。はい、で、インティラックですね、実はですね、他の登壇者の方も、ね、インティラックに関わっている登壇者、今回ですね、複数いらっしゃいまして、はい、ですね、まあ、この後のセッションですかね、東北フードマラソンというですね、はい、まあ、こちらもですね、まあ、東北の食とマラソンと、それをですね、掛け合わせたイベントとしてですね、行われているものがあるんですけど、実はですね、今、インティラックの代表の方にですね、その東北フードマラソンのセッションをする立川さんが今ついているんですよ。はい、まあ、なんでね、実はまあ、今回の登壇者の中にはですね、はい、まあ、このインティラックに関わる人多くて、他にもですね、今、まあ、今、すみません、裏でやってるセッションで、リマさんと一緒にやってる本田さんという方もですね、はい、今、インティラックの職員として、すごい働いております。はい、で、こちらのですね、はい、このカタールフレンド基金っていうのも、まあ、そういうところで、はい、使われて、いう形になってました。はい。で、まあね、インティラックさんね、セミナーとかもね、多く行われてて、はい、実はですね、今ですね、リマさんたちが、トラック6かな、そこの配信を行っている場所というのが、はい、実はですね、普段は、まあ、いろんなね、セミナーとかにも使われている場所という形なんですね。まあね、そのね、インティラックをですね、まあ、だいぶフルに活用させていただく形で、はい、こちらのですね、Code for Japan Summit をお送りしております。でこちらね、はい、キッチンの方もね、先ほど、はい、ビールがある様も見てもらいましたし、はい、そしてね、はい、こちら、カタールルーム、はい、まあ、イスラムのね、礼拝施設、それをですね、はい、まあ、この起業家支援の中に組み込むっていうね、面白い使い方をすることで、はい、まあ、ヨガ、ピラティス、はい、あとアロマというですね、はい、また別ジャンルのね、はい、その起業の方たちが、まあ、使える、そんな場所になっているというところのインタラクでございました。はい。はい、ですね、今までですね、こうダラダラやってたですね、はい、こちらですね。はい、はい、このトラックゼロの方なんですけど、はい、ね、ちょっと待ってくださいね。これね、ウィンドウ立ち上げすぎてですね、何かよくわからなくなってる感じの状態になってますが、よいしょ。はい。で、この後ですね、はい、こちらのセッションの方は、セッションじゃない、こちらのトラックの方は、次にライトニングトークが始まる形になります。で、ライトニングトークが始まるんですが、はい。ライトニングトークとですね、また別に、はい、こちらですね、はい。あ、ライトニングトークのセッションが終わった後、4時半からはですね、はい。こちらですね、はい。東北の IT コミュニティについて、はい。私の方からですね、ちょっと話をさせていただきます。で、東北の IT コミュニティ、はい。ですね。ちょっとこちらもまた画面共有しますね。開きすぎてよ。まあね、こちら、東日本大震災とシビックテックっていう名前ですね、こうなってますけど、はい。ですね、まあ、東日本大震災の、はい、時のことをですね、はい、また4時半からのセッション、このトラックゼロの中では振り返っていきます。で、こちらですね、はい、東日本大震災とシビックテック。はい。まあ、このね、Code for Shiogama と、はい、まあ、あと、Hack for Japan ですね。これもね、はい、はい。まあ、そういった東日本大震災と、あとその時にですね、仙台っていうか、東北の IT
コミュニティがものすごく活性化したんですよ。そのストーリーをですね、はい、改めて、はい、4時半からのセッションで伝えたいかなと思います。まあ、なかなかですね、これ話す機会がないんですよね。はい、東北の IT コミュニティが盛り上がったり、盛り下がったりするのって、他の地域からするとあまり興味がないことかもしれないけど、この震災っていうことが絡むことによって、我々の中ではね、すごい大きな記憶になってるところなんですね。まあ、それをですね、まあ、今回、はい、このトラックゼロっていう裏番組の中で残そうっていうのがね、はい、コンセプトになるのが4時半からです。はい。で、まあ、3時半からの、はい、ショートプレゼン大会の方も皆さんですね、はい、ぜひですね、見ていただければと思いますんで、はい。そちらもですね、皆さんぜひ楽しみにしてください。はい。まあ、それではですね、はい、時間にもなりましたので、はい、こちらのね、はい、石巻のリボンハートフェスティバルからの中継と、このインティラック、はい、まあね、カタール、まあ、アラブ、イスラムのね、はい、資本によって作られたこの企業施設、はい、まあ、そこのね、はい、紹介とさせていただきました。はい、どちらもですね、東日本大震災、それをきっかけに新しくですね、芽を出す、はい、いうところが、はい、コンセプトになっている、はい、活動であり、施設であるというところでした。はい。ではですね、はい、この後ですね、また休み時間に入りますよ。3時半になったらショートプレゼン大会、はい、始まりますので、皆さんよろしくお願いします。はい。ですね、ちょっとまた最後。で、あとね、もう一つね、皆さんにね、ちょっと、こちらね、はい、お願いとしてやっていただきたいことがありまして、それがね、何かというとですね、はい、こちらまた画面共有しますね。よいしょ。こちらです。はい。ですね、このアンケートの協力、よろしくお願いします。はい。なので、このアンケートのですね、はい、画面をですね、ずっと出しっぱなしにしたまま、そのままですね、はい、はい、休み時間になります。はい。で、3時半になったらね、ショートプレゼン大会で5人の方出てくれますんで、皆さんよろしくお願いします。